まあ、バイオがですね、ずっと小型の Windows PC というところを作り続けているわけなんですけれども、まあ、小型にするっていうのはですね、私どもとしては外に、持ち運んで使っていただきたいというところを当然考えて作っているわけです。で、湯沢さんはその私たち設計の思いを超えてですね、新しい使い方と、やっていただくような場面がに出会うことがあります。そういうところも作っていることとしても楽しみにして、PC が使える場所を広げるということで、新しい世界を満たしたいということで、バイオを新しく、いるわけです。そこで、私たちが今、このウルトラモバイル PC に求められているものは何かというところを考えています。まず、下の部分、基礎体力と PC としての基礎体力、処理能力、あとは外に持ち出した時の、駆動時間、あとは、サイズ、重量、そして持ち出すものだからデザイン重要でしょうというところは、非常に重要に考えています。初代 P に対して全然違うものっていう提案も、の可能性もありました。ですが、やみくもに小さくするとかいうところよりも、きちんとその本体サイズを変えずにきちんと、作り込み、煮詰めをしていきたい。で、もっともっと持ち出していただきたいというところから2つの進化を、させています。で、その2つの進化とは何かというところなんですけれども、1つ目は、基本機能を深く掘り下げるための深い方法の進化。その上で、どうやって新しい提案をできるかというところでの進む方向の進化というチャレンジを行ってきました。非常に大雑把に言うとですね、この初代 P がですね、ハードディスクを外して薄い SSD を入れて、こうガシガシガシと振ってですね、管理したりこう部品をですね、落っことして、バッテリーのスペースを確保したのがこれですと。体積で 12% で、奥行きで、あ、ごめんなさい、容量で 19% アップしています。はい、であとですね、ユーザビリティの向上というところなんですけども、先ほど、ありましたように、今回、ハードウェアの、バスボタンのところでですね、解像度を切り替えられるようにしていきます。でですね、まあ、モバイルグリップスタイルへの、再挑戦ということで、PC が使える機種を広げるという、まあ、今回やっておりますけど、持ち上げて画面の近くにしてですね、見たときがあったんですよね。でですね、まあ、もう一つはキーボードのお話というところをしていきたいんですけれども、まあ、先ほどから何度も出てきてますけど、このキーボードがですね、非常に、この機種、肝というところで、初代のですね、P のキーボード、非常に高い評価をいただいているんですけれども、私としてはですね、実は初代のキーボード不満でして、これがですね、私も直したくてしょうがなくてですね、今回の新しい P に直しておりますので、その変遷をですね、ぜひ指で感じていただきたい。私たちとしてはよりこの商品をですね、より情報を発信する方々に使ってもらいたい。そのためにはしっかりとしたキーボードがあって、より情報発信しやすいような形に、しようということで、目指して作ってきました。